今日で動物愛護週間7日目最終日ですね。最後はちょっとももさんに登場してもらって、ちょっとももを見ながら、僕が今までこのいろいろ飼い方とかシマリスの知識とかを紹介してきたと思うんですけど、なぜこれをしているのかっていう理由について、まあ、僕なりの考えなんですけど、それをお話ししたいなと思います。あんまり動物愛護と関係ないかもしれないんですけど、で結論から言うと、みんな動物の可愛い姿とか面白い姿っていうのしか発信しないからです。これが理由です。そもそも動物系の動画って、まあ、シマリスに限らず猫とか犬とか、まあ、そういう動物系の動画とか写真って基本的にみんな癒しとかを求めて見ると思うんですね。バズったりする投稿っていうのも、その なんて言うんでしょうね、まあ、なんかクスッとくるような面白い行動をした時の映像とか、あとは予想してなかった動きをするとか、まあ、いずれにしてもちょっとなんかちょっと待ってください。でそのいずれにしても普段とは違った様子っていうのを捉えた瞬間っていうのが多いと思います。そのバズってる投稿、まあ、もちろん他にもあると思うんですけど、で何でしょうね、あんまりオチとかない動画、日常の動画もその僕は全然いいと思うんですけど、そういうの見る方って基本的にその動物を好きだったりとか、まあ、かなりコアな人が見ると思うんですよ。でだからその SNS とかで見られるためには、普段とは違った行動とか、まあ、シマリスで言うと他の人が飼ってるシマリスはなかなかやらないようなことを、まあ、動画に収めて投稿するとか、まあ、そういった感じでそのバズるっていうのを狙っていくパターンが多いのかなと思うんですけど、まあ、それ自体は全然悪いとは思ってないですし、逆にそれをきっかけにシマリスのことを知ってもらって、シマリスって可愛いなとか、シマリス飼ってみたいなって思うことにつながると思うので、むしろ喜ばしい、僕としては喜ばしいことかなと思ってます。ただそのバズった映像とか画像っていうのを見て、まあ、うちもシマリスを飼ってこんな可愛いところ見たいって思う人も一定数いると思うんですよね。でもそもそもシマリスの場合はそのネットに散らばっている情報も少ないですし、自分で取りに行かないと知れない情報っていうのもいっぱいいっぱいあるわけですよ。まあ、他の動物にも言えることですけど、最初は軽い気持ちで飼ってみて、で後から困ることとか結構飼うの難しいなって思うシーンが必ずあると思うんですね。そういった時にそれを知る機会をこの動画で作りたいと思ってます。ぶっちゃけるとモモとマメタの動きのある動画っていう方が視聴回数的には取れてるんですけど、だからといって今のこの知識とか飼い方っていう情報を発信することはやめないと思います。結構補足のコメントとか、うちの子はこうしてますよっていうようなコメントが結構つくことがあって、まあ、僕も全てを知ってるわけじゃないので、そういうのがあることでより濃い動画ができるかなと思ってて、要は例えば回し車のことを知りたい方が回し車の動画見て、でコメントも見て、いろんな情報を知ることができるじゃないですか。まあ、そういうのが結構人の役に立ってるのかなと思ってます。それを続けていくことで結果的にそのいろんな人の情報っていうのがどんどん集まってくると思ってるので、要はこの動画を見たらそれなりにシマリスのことが分かるっていうようなチャンネルを作っていきたいなと思ってるんですね。可愛い動画っていうのは他の人にお任せして、まあ、僕もちょいちょい投稿しますけど、あくまでその今まで通りこういう、まあ、可愛い映像にプラスして知識とか情報を発信していくっていうスタンスはこれからも変わらないと思います。長くなっちゃいましたけど、そういうわけで今後もシマリスを飼っている方はもちろん、来年の春も多分また入荷されてしまうと思うので、来年の春飼ってみようかなと思ってる方も、まあ、もちろんシマリスが単純に好きだっていう方にも、まあ、そういう人たちに向けてちょっとだけでもシマリスのことを真面目に知ってもらう場を作っていければなと思ってます。ちょっと喋るのが下手なのでまとめるのとかあんまり上手くないんですけど、そこはちょっと今後も頑張っていくということで、ちょっと今はお許し願いたいんですけど、動物愛護週間最終日、結構自分語り見たくなってしまいましたけど、こういった僕の裏の気持ちっていうのがあるので、少しでも応援していただけたらなと思います。チャンネル登録とかもスマホだったら多分2タップぐらいでいけると思うんで、お金も時間もかからないので、もし賛同していただけるんだったら登録していただけるとすごく嬉しいです。
最後になりますけど、動物愛護週間結構堅苦しい内容が続いてしまったんですけど、本当にありがとうございました。動物愛護週間自体は終わるんですけど、今後も、まあ、引き続きシマリスのことを思ったシマリスライフっていうのを皆さん送っていただけたらなと思います。次回からはまたマメタとモモの緩めの動画を出していこうと思うので、それでお口直しでもしていただけたらなと思うんですけど、で僕のチャンネルは週に4本水金土日に動画を投稿してます。でも確実にこの4日守れるっていうことはあんまり言えないので、あまり表には出してなかったんですけど、基本的にはこの曜日に投稿してます。ということは今日は木曜日だから。